産食材で簡単クッキング、藤沢ごはん。皆さんこんにちは、桂真奈美です。渡辺里子です。今回はオクラーンのとろとろ茶碗蒸しを作ります。今回の茶碗蒸しはいつも出てこないトウモロコシやオクラを使うんですね。はい、食欲のない時でもつるんと食べることができます。9月の食材は藤沢産のオクラを使います。生産者はご覧の方々です。今回はオクラたっぷりの茶碗蒸しです。材料4人分はご覧の通りとなります。さあ、まずは茶碗蒸しの卵液を作っていくんですが、こちらがお出汁ですね。はい、カツオと昆布で取りました。はい、卵4個を溶いておきます。では卵に調味料を入れます。みりんとお酒、醤油と塩、はい、最後にだし汁ですね。卵液をよく混ぜ合わせ、ザルを使って滑らかになるようにこします。では先ほどこした卵液を器に入れて蒸すだけですね。はい、はい、長切りしたかまぼこ4つぐらいでいいですかね。はい、はい、それでは蒸していくんですが、今回は蒸し器を使わないんですよね。はい、今回は家庭に蒸し器がなくても作れるように鍋を使用します。はい、蒸し器の場合蓋使わないんですが、今回は鍋に水を張るので蓋をするんですね。はい、はい、中にキッチンペーパーを敷くことで滑り止めの役目を果たします。はい、鍋に蓋をして火にかけ、沸騰したら弱火にして15分程度加熱します。オクラを茹でます。お塩をまぶして板ずりしたオクラですね。1分半ぐらい茹でて葉をく色鮮やかになってきたら揚げてください。茹で上げたオクラはみじん切りにします。ではオクラのあんを作っていくんですが、まずはお酒とお醤油、みりんと胡椒を入れます。はい、鶏ガラスープの素に、これがすりおろし生姜ですね。これに先ほどみじん切りしたオクラを入れます。はい、どれぐらい炒めますか。これは粘りがちょっと全体的に調味料と混ざった混ざるぐらいですね。トマトは5ミリの角切りにします。トウモロコシですが、今回は茹でるのではなくて、この皮付きのままレンジで温めるんですよね。はい、電子レンジで温めると水分が飛んで味が凝縮されます。では蒸し上がった茶碗蒸しにオクラをのけていきます。はい、今回の茶碗蒸しは中に具材を入れ込むというより上にトッピングするような感じですね。そうですね、トマト、あと最後に、はい、鮮やかで綺麗ですね、仕上がりが。これでオクラあんのとろとろ茶碗蒸しの完成です。たっぷりの夏野菜とともにお楽しみください。オクラの旨味たっぷりの茶碗蒸し、お試しください。